コスモスの花をテグスでつないで簡単に飾れるようにしましょう。テグスを 4〜50センチの長さに切ったら端を結びます。結ばなくてもできますが抜けやすくなります。このテグスを黄色い丸シールでお花紙のコスモスの裏に貼っていきます。花と花が重ならない程度に間を空けて貼ります。画鋲には黄色の丸シールを貼りましょう。つながっているのでぶら下げるようにしてところどころ画鋲で留めるだけで壁面に貼れます。横向きに貼るときは両端を留めてから間のたるんでいるところを留めます。端が余ったときはテグスを曲げながら収まりよく貼りましょう。あっという間にぐるりと囲むように飾れました。こちらはコピー紙にプリントアウトして作ったグラデーションコスモスです。裏が白いので裏から白いシールを使ってつなぎ合わせました。黄色いシールでも四角いシールでもいいと思います。最初のやり方ではテグスが丸まって貼りにくかったので最初に花を並べました。両端の花にシールを貼ったら重しをしてから間の花を貼ると効率よくできました。こちらのグラデーションコスモスはつないだ花を貼った後、端の方につないでいない花を散らして仕上げました。貼り替えるときは画鋲をつけたまま外すと簡単に外れます。後から画鋲を取って畳んで透明な袋にしまいましょう。こうしておけば色あせるまで毎年繰り返し使えます。窓辺に吊るしたり観葉植物に絡ませたりすることもできます。いろいろな飾り方を工夫してお楽しみください。